で次にここでこのセダムを入れていきましょう。はい、このような感じです。はい、でここでこの赤バラを入れてきます。はい、このような感じで入れました。次にこのヒペリカムの紅葉を入れていきましょう。はい、次にこのグロリオッサのねジパングササヨっていう種類のものを入れていきます。はい、そして最後にこのコニカルブラックって黒い唐辛子を入れます。で今回はまあオールラウンドなのでこう回してみてね、少しこうフォームが見えてるようなとこがあったらそこはこのようにファンデーションワークをしていきましょう。はい、できました。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。赤バラは5本使ってますけど、それ以外の画材はほとんど1本ずつで構成しています。まあ、このようなアレンジメントは画材を適材適所に入れていかないとちょっとこうまとまりが悪くなってしまうんですけれども、このように適材適所に入れていけば結構印象的な、ね、かっこいいアレンジを作ることができます。なのでぜひトライしてみてください。またね、こうハロウィンお家にこうかぼちゃのアレンジメントを飾るで、さらにこうねハロウィンの雰囲気がお家の中で楽しめると思いますので、ぜひねそちらも兼ねて作ってみてください。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time.